どうも皆さんこんにちは、ボドカです。さて、ボドカちゃんのとつな、シャープ100ということで、実況動画、このボドカちゃんのとつなシリーズ、100本目の動画になります。ツイッターでね、ゴーストの新マップを4日連続上げるって言ってたんですけど、今日ね、動画アップロードしてる時に、あ、そういえば今99本目の動画やんと思ってね、さすがに適当な100本目の動画をね、適当なゴーストの新マップ実況でやるのはあれかなと思って、今、ちょっと録音してるんですけど、まあこれ後付け実況なんですけどね。いやー本当にありがとうございます。いやーみんながね、登録してくれなかったり見てくれなかったりしたらね、多分ここまでね、続けてなかったと思うんで、本当に、運も良かったし、感謝してますわ、マジで。本当に伸びて良かったって感じですね。まあ最初は伸びるとはあんま思ってなかったんですけど、まあ徐々に伸びていって、もうそれから一気に、バーンって伸びましたよね。やっぱ登録者増えて目立ってくると、それだけ口コミみたいので見る人も増えますしって感じで。はい。僕の大学でもね、僕のこと知ってる人結構いるんですよね。大学の講義でね、後ろから僕を話題にした話が聞こえてきたりね、してヒヤヒヤしながら大学の講義受けることもあるんですけど、いや本当に有名になってきたなって感じですね。ランクマ1点僕のこと知ってる人結構いますし、まあスナイパー実況者って少ないんで、かなりこういう頻繁にずっと上げてるスナイパー実況者ってね、少ないと思うんで、まあそれが原因でかなり目立ってるっていうのもあるんですけど、いや本当に、まあ今年の目標はね、登録者3万人まで行くことなんで、一応まあ今の調子でこのまま行ったらなんとか行けるかなと。2万人は絶対行ける確信は持ててるんで、あんまりビッグマウスで言いたくないんですけど、多分10万人じゃないや、2万人は行くと思うんで、まあ2万人目標って感じにしたらすぐ達成できちゃうかなと思ったんで3万人って感じですね。まあ大学卒業後まで、大学4年か、まあ1年なんですけど、大学4年までこのゲームをやってるかって言ったら微妙なんですけどね、本当に。まあ次の AW が面白くなかったら、多分ほとんどやらなくなるでしょうし、まあ、11月くらいまでは、この感じで、このペースで、ちょくちょく適当に毎日上げていきたいなと思ってるんで、よかったらご視聴よろしくお願いしますね。で、僕ね、結構前にも言ったと思うんですけど、AW 出る前に、エピソード、やばいクリップだけのエピソードと、あと普通のクワッドカムとか、BO のクワッドフィードとか、そういうのだけのエピソードとか、2つあげようと思ってるんで、まあ楽しみにしていてください。まだ全然ね、僕クリップ言って、あんまりゲーム、COD やってないんで、その、クリップと、まあ最近ちょくちょく撮れてるんですけど、まあまだエピソードのクリップは何クリップや、9クリップかな。クワッドヘシオ1つと、あと5音が5つかな。でランダム3-in-1結構いいやつが1つで、でシングル5、違うわ、ただの5音がそのうちのなんや5個のうちの2つ、あと3つか4つくらい全部押し上げの5音なんで、かなり質のいいエピソードが上げることができるかなと思うんですけど、6音か 4-in-1 が欲しいっていうのが今の一番の願望っていうのですね。本当にクローザークリップが欲しいんですよね。締めのクリップが、エピソードの最後を締めるクリップが、やっぱ6音か 4-in-1 じゃないですか。まあ、そうそう、撮りたいと思って撮れるもんじゃないんですけど、撮りたいですよね、やっぱり。まあ、それが撮れなかったらエピソード上げるかどうか迷うレベルですよね。だから夏休み、ちょっとやりたいな、と思ってます。はい。まあ、そんな感じです。それだけか。それだけなんですけどね、本当に。喋ることほんまになくなったな。どうしよう。そうやな。何について喋ろうかな。なんかね、とつな講座とかしてほしいっていう人いっぱいいるんですけど、まあ、僕から教えることなんて大してないんで、まあ、他の、なんや、あげてる人たち、スナイパー講座、まあ、そういうの見た方がいいんじゃないですかね。まあ、僕、スナイパー講座とかあんまり人に教えるの得意じゃないし、ねえ、もう、
なんか僕の目線で言っちゃうんで、微妙なんですよね。僕がスナイパー講座やっても正直。とにかくドミネーションに行ってスナイパー練習はするなってのと、まあ、フリーフォールでスナイパー練習してもいいけど、大して練習にならんよってのと、あとボット打ちがあんねんからランクマに行かずに、普通にボットである程度上手くなってから行った方がいいよっていうのですね。で、感度は、マックス主義ばっかの人がいるけど、マックスじゃなくて、8くらいがいいと思いますよ。BO2 でいう12くらいが僕はいいと思いますけどね。まあ別に感度マックスでも全然いいと思うんですけど、正直低感度でも全然できるんですよ。 BO2 の感度8くらいでも余裕でスナイパーできるんで、まあ、別にそこまで高感度にこだわる必要はないかなと思いますね。感度5以上だったら絶対できますよ、スナイパーなんて。だから無理に感度上げて酔う酔う言ってる人、別に上げてやらなくていいんですよね。立ち回りカバーしたら全然スナイパー使えるんで、全然余裕ですね。はい、まあそのくらいかな、スナイパーで教えれることっつったら。もうあとは練習で感覚つかむとかそういうのしかないんで、特になんもないっすね。まあみんなスナイパー講座開いていろいろ言ってますけど、なんやこのアタッチメントはこうこうこういう性能でこうこうとか言って、正直関係ないっすからね。まあそれは若干の違いは出てくるんですけど、好みですし、まあ例えばね、バリスタに CPU をつける人か、レーザーをつけるか、何もなしか、もうあれじゃないですか。自分の好みじゃないですか。どれがいい、どれに、どれが何に特化して、特化した性能があるみたいなこと知っても、正直、大してわからないでしょ。だからね、別に、いらないと思いますね。そういう、あ、この人がこれ使ってるから、これ使おうっての。もう自分が一番使いやすいアタッチメント選んで、それにするべきですよね。まあそれはサーマルサイトが使いやすかったらサーマルサイトにすればいいし、 CPU が使いやすかったら CPU がにすればいいし、僕はレーザーが使いやすいんでレーザーにしてるだけなんで、まあ、本当に好みですよね。もうだから、だって戦闘中にね、いろんなスナイパー講座上げてる人いると思うんですけど、あの人たちが言ってるようなことを戦ってる最中に考えながらやりますかって感じですよね。正直やらないでしょ。なんでもうやって覚えるしかないんですよ、本当に。 FPS は多分、僕はそうだと思いますけどね。まあ FPS がスポーツって言われてるだけあって、やっぱね、体で覚えるのが一番だと思いますね、感覚で。だからその計算にのっとって、この人がこうしててこうこうこうだからこの場面はこうしなきゃいけないみたいな感じでやるんじゃなくて、もうほぼ感覚でちょっと考えながら、立ち回りとか考えると思うんですけど、スナイパーのエイムの仕方とかについては感覚でやるべきだと思うんで、僕は。だからあんまり深いこと考えずにやるべきだと思いますね。ちょっとこんなこと喋ってたら、スナイパー講座めっちゃ簡単な3分でスナイパーが上手くなるスナイパー講座みたいの出したくなってきましたね。まあそれはそのうち考えてみましょうか、夏休みとかね。というわけでお疲れ様でした。もう動画も終わっちゃったんで、今日はこのくらいにしてしたいと思います。はい、お疲れ様でした。また次回も、次はパート101でお会いしましょう。ポドカでした。さよなら。バイバイ。